前田ども。前田ども。岩本勉でございます。そして今日はゲストの方来てもらいました。西村志乃さん。志乃さん、はい、今見てる人が、オタク誰言うて、まくり返ってる。本当ですよね。うん。どなた言うて、自己紹介。はい、西村志乃です、うん。ガオラのファイターズの中継リポーターをさせてもらっていて、なんと4年目になりました。もう4年もなるか。そうなんですよ。岩本さんには解説でずっとお世話になっていて、なんと、呼んでもらいました。ありがとうございます。あのな、はい、今日僕があなたをお誘いさせてもらったのは、うん、こんなに魅力のある愉快な人が普段はやっぱこう定型文にもう包まれまくっての表現者であるでしょ、はい、まあ、リポート言うたらこうあの言葉選択して言わなきゃいけないじゃないですか、野球中継に。今日は素の西村志乃を皆さんに紹介したくて声かけさせてもらったんですよ。じゃあもう何も飾らずに、あ、普段の岩本さんとの会話を飾らずにな、はい、びっくりした。このアクリルボードのおかげで語らずにで俺黙っとるから滑舌悪いですね。ももちゃん、もうボードはこれはもうね、ソーシャルディスタンスビンビンに守ってる境に、はい、な皆さん見てください。こんなにラベンダー色のブラウスが似合う人いますか？ちょっとね、初回ということで明るい気持ちがね、服に出ちゃいました。何を急いだか知らんけど、今日このスタジオに来た時に汗ピッタピタやった。いや、ほんと代謝が良くて、ああ、15分ぐらいですか待っていただきましたすいません。空調整えてな、はい、換気と冷房と15分ぐらいでもちゃんと引きましたか？失礼しました、ありがとうございました。テカってますよね、きっとね。それがええねや今これを見てるおじさんたちはもう大変なことなっとるで、これ。テカってた方がいいですか？あ、それで、本当ですか？昭和のなんやらスターみたいに昭和のなんやらポンみたいな。何聞こえなかったですさあ、しのさん、はい、あのガオラスポーツでね、はい、北海道日本ハムファイターズの試合、札幌ドームの試合が主ですよね。あと東京ドームもあるか、はい、そうですね、各遠征ホームゲームやったらそうか、うん、あのベンチサイドリポートされてます、はい、どう、僕が解説してる時にこのおっちゃん何喋ってんやろって思うことない？岩本さんの解説ですか？そう、ないです。僕関西弁やんか、ええ、であなたは四国の人か？四国です。どこやったっけ？高知です。高知の人ですよ。日本の人。公文投手を応援しております。相変わらず。山本さん、よく、あの、公文投手のこの登場曲歌われるんですけど、うん、私も、そのせいというか、そのおかげで、公文投手が登板するときに、もう山本さんの顔しか浮かばなくなりました。どうしてくれるんですか？なるほど。俺いつもあの歌好きやから言うて、はい、あの、口すさんでるやん。はい。それで？それでです。どうしてくれるんですか？それはしょうがない。だからそういう、僕は言葉のマジックもかけてるんやね。なるほど。だからそういうふうに、いや、かけてることになってんねんな。先生、しのさんが、はい、なんでいつも、ガンちゃんこんなこと言うのかなって疑問に思うことある。俺、そういうのも、教えてもらうと僕も改善していきたいから。うん、ああ、うん、なるほど。内容でってことですか？うん。とか、試合の中で、いつもこの人これ言うわ、みたいな。ああ、なるほど。山本さん、ピッチャー出身だと思うんですけど、うん、あの、例えば試合の流れで、2回と6回に何かが起こるってよく言われるんですよね。うん、うん、それってどうしてなのかなっていつも思うんですよね。まあ結構解説でコメント入れてるんやけど、時間がないやん。うん、野球は進むんで。はい、だから、改めてここで言いますけど、2回にはすごく魔物が住んでて。魔物？うん。うん、で、あの、一回の表裏って先発ピッチャーもアドレナリンでもうゴリゴリに緊張していくわけ。うん、で特に若いピッチャーはもう全部全力でいくわけ。そうですよね。マックスで。はい、で、ビビビビビンって三者三振のスタートなんてあるんよ。うんうんうん、で、ベンチに戻る。で、みんなナイスピッチングいいスタートやないかと。ふーっと落ち着いて、二回のマウンド上がった時に、もっぺんそこまで自分でアドレナリン持ってくるのすっごい難しいの、アスリート。へぇー、うん。で、そこで急に、自分の体重とかボールの重さもなんかあやふやになってきて、コントロール悪くなって、ボール先行整いに行ったらバカバカ食らう。緊張が来ない。一回じゃベンチで落ち着いちゃうってことですか？落ち着いた時にもう一度上がってこない、上がりにくい。でそれが上げれるように、自分を操れるようになったピッチャーが一流ピッチャーで勝てるピッチャー、稼げるピッチャーになっていって、だから結構2回のピッチングで注目やね。
初回よりも2イニング目をしっかり抑えるピッチャーが5回以上いくことがやっぱり、せやねん。やっぱり初回はねみんな注目すると思うんですけど、うん、2回がね注目ですね。そう、これね、アドリナリンの作用ということで、陸上選手が、100m のスプリンターがフライング今一発失格でしょ、はい、かつて2回知ってる？え、知らない、はい、かつて1回は OK だ。あ、そうなんですか、うん、で2回フライングしたら失格だと。へえ。ある時、はい、ちょっとずるい人が、うん、自分のアドレナリンを2回目のスタートに合わせてる人がおった。へえ、うん、で1回目のスタートにわざとフライングバーンってする。へえ。今周りがビンビンに1回目に合わせてるわけでしょ、ガーッと、はいはい、でそこでパンパンってフライングになった時に、数分後にやってくる次のスタートに自分を上げれない。なるほど。で計算して2回目に合わせてた人がぶっちぎってそれをそのレースを取るっていうような、ちょっとずるい人、ずるいですね。先に水泳が2回じゃなくて1回でした。あ、そういうのもあるんで、そういう話があったの。これね、はい、陸上の専門の人に聞いて、実はそういう人がおったから今も一発失格になってるんですよと。それと一緒で、2回目って難しい。面白い。分かってても、へー、それだけ立ち上がりに神経を使うということで、うん、2回のエアポケット何回も入ったことあるんだよ。あ、山本さん自身があるんですか？あんねん。でそれをね、結構心理的にいろんな分析する人に質問したことあって、ほんならアドレナリンの話されて気づいた。へー。答え合わせができたっていう。で6回言うでしょ。6回、はい、6回もあれは、これまた単純なことやねんけど、うん、5回終わったらダンスパフォーマンスあるやん。わーい、こっちか、どっちか、みたいな、はい、あれとグラウンド整備やって、ピッチャーがいいピッチングしてても、大体ホームゲーム6回の表にパッとマウンド上がったピッチャーが見るとライン引き直してるやん。またそうですね、綺麗にね、綺麗、うん、になってて、ね、はい、新しい試合がそこから始まる雰囲気が出てくる。ほんならね、違った緊張感で何か立ち上がり不安定のようなことがよくある。第2回目の先発みたいな。うん、だから僕はラッキー7じゃなくてラッキー6ってよく使うんだけど、6回野球動きますよと、で1点が2点、2点が3点でもつれるっていう。へえ、面白い。俺元野球選手やね。皆さん知ってました？元野球選手、よくね、知らない方もいらっしゃるんですよね。だからいつもこう冗談混ぜて喋ってるけど、実は深いこと喋ってんねん、僕も。なるほど、勉強になりますね。それを乗り越えるためにはやっぱりこう経験とか、場数、あ、場数なんですね。場数やね。うんうん、やっぱそれをやっぱ経験して覚えないと、今の人って、まあ、今はものすごい便利になった YouTube とか、はいはい、そういうので情報は型してるやん、うん、でスマホで何でも調べられる。そうですね。でもこの答えがここに載ってるのじゃなく、ヒントはいっぱいあるの、はい、でもそれを実際場数を踏んで答えにするのは自分だっていうことをあまり実践実行しない、うん、すぐこうやって、ああそういうことかと、もう分かった感覚になる人がいっぱいおんねん。でそれで実際学んだり上がって何もできへん、あたふたあたふた、あんなん言ってたのに書いてたのに、いやいやいや、あなた経験してないから体が知らないんですよっていうこと。まあちょっと昭和をかじっている、できて初めてってことですね。平成元年のドラフトの人やで、僕。私平成元年生まれなんですよ。あらそうなんですよ。あ、そう、はい、僕がドラフトかかった1989年生まれなの。11月に生まれました。11月ドラフトやで。すごい、何この偶然。ご縁があるんですね、やっぱり。でも、うん、プロ野球目指してた時は僕昭和だったんで、うん、結構平成のプロ野球の中でも昭和型機のプロ野球選手がすごく好きで参考にしたことがあって、うん、考え古い古いってよう言われるね、うん、え、どうしろ、俺見てて考え古い、うん、そうですか。よくこう放送終わった後みんなでご飯食べて一杯飲んで、はい、野球のことについてみんなで喋るやん。そうですね。俺どう、考え古い。いや、古いと思ったことはないですけど、暑いですよね、山本さん。いや、これいいことなんですよ。本当になんか選手に愛があって、いつもこうなんか中継でもね、厳しいことをおっしゃるじゃないですか。すっごい笑顔になってますけど。何度言っちゃってよ。中継でもすっごい厳しいことをおっしゃるんですけど、それはもう愛なんですよ。愛、愛がないことはないですもんね。ここやで、白の腕見せるとか。まだいけない、もうちょっと、うん、そう、全部愛があるから、うん、こう私も分かるというか、厳しいなって思うことも、きっとこれは山本さんなりのこうご自身の経験からの愛なんだなっていうのはよくあります。せやねん。そう、
今時の若い選手はっていうこともあるかもしれないんですけど、うん、なんかそれはね、ただ昔っていうことじゃなくて、うん、愛が詰まってるんだろうなっていうのは思います。愛が生まれた日なんだこれまあそうやってね、はい、僕はもうファイターズ一つ16年プレーさせてもらって、うん、そこからまあ解説やらせてもらってるけども、まあ、ファイターズを追いかける解説がやっぱ多いでしょ。そうですね。でまた取材する時間も他のチームの取材よりも莫大な時間が多いわけで、うん、キャンプなんか丸々一日張り付くわけやん。そうです、ね、一緒にもう汗だろだろなってやってるやん。そうですね。潮風当たりながら、はい、肌は荒れるわ、喉は枯れるわ。でそれで選手の情報を得てからみんなに発信してるやんか、はい、うん、そらそこに情も入るって。そうですよね。せやろ、はい、篠田ってそうでしょ。私も1年目よりは確実に4年目今の方がもう愛も深まってきました。せやろ、はい、自分が携わった見た1年目2年目3年目成長してるとこも入れるわけでしょ。いや時々泣きそうになるんですよ、リポート席とかで、うん、もちろんリポートには出さないんですけれども、うん、こう打った瞬間とかを見ると感極まる時とかありますよね。普段もう黙々とスランプの人間がガンガン練習してる時に、うん、ガーンと決勝のタイムリーとか打ったりしたら熱くなるわな。そうなんです。最近一番感動したのは、最近でもないんですけど去年の開幕戦ですよね、うん、覚えてますか。翔中田選手のさよなら満塁ホームランや。もう忘れられないです。せやあれ、その前の打者どないなったか覚えてる。敬遠されたんですよ。そう、2人やぞ。そう。2人連続申告敬遠。そうなんです。ヒーローインタビューの言葉はもう忘れられないですよね。やめてんのかな、思うて。かぁ、中田選手同い年だから余計に感動しました。あ、じゃあ翔も平成元年生まれ。平成元年生まれですよ。私はちょっと同い年とは思えないぐらいもう尊敬に値する選手なんですけど。野球が大好きやねんな。大好きです。で、はい。この野球のリポートやりたかった仕事でしょ。いや本当に夢が叶ってます。そやろ、うん、でも正直言うて今ファイターズ追いかける仕事いっぱいあるやんか。はい、まあ、それが主でしょ、うん、でも本当はどのチームのファンなんですか。これみんなめっちゃ聞きたいと思う。そこはやっぱり、うん、巨人です。